1995年のオリックスブルーウェーブでは、1995年のオリックスブルーウェーブの動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは、大木明監督の2年目のシーズンである。この年の1月17日に、地元神戸が阪神・淡路大震災で被災したオリックスは、頑張ろう、神戸を合言葉にこのシーズンを戦った。 シーズン序盤は5割前後の勝率で首位を西部に譲っていたが、6月に西部から首位の座を奪うと一気に2位以下を突き放し、オリックスになってからは初、阪急時代から通算して11年ぶり11度目の優勝を飾った。日本シリーズでは初優勝で選手が燃え尽きたのか、野村克也監督率いるヤクルトに1勝4敗で、敗れ、日本一は逃した。野手陣では、 前年にシーズン200本安打を達成して大ブレークした一郎がこのシーズンも活躍しシーズン MVP に選出され全体的に投げ高打定の中で259とやや低めながらもリーグ1位本塁打もセーブにつく115本塁打で2位とまずまずで投手陣では平井誠氏がリリーフのみの登板で15勝27セーブを挙げ新人王を獲得した 平井の27セーブも含めて34セーブはリーグ1位で山田久志投手コーチの指導の下防御率が前年の3.93から2.88と1点も改善された。本節では前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、対談の挙手はスポーツ関係または芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、 空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。ありがとうございます。